皆さん、こんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、群馬県の高崎市の方に今、来ているわけなんですが、今日このホテルからですね、お話ししたい内容っていうのは、先日ね、ツイッターが、140字の文字数制限から1万字まで増えるんではないかと。それが今年の春ぐらいにはどうも実現するんじゃないかというですね、ニュースが流れているわけなんですけど、ちょっとこのことに関して与える影響というものについてね、考えていましたので、今から見ていきたいと思います。ではまずですね、こちらの方からご覧ください。はい、例えばどんな感じになるかということで、今発表されているものでは、普通であればですね、ここにありますような、このね、140字だったわけですね。で、これが1万字になると、これ全然1万字ではないんですけど、例えばね、こんな感じで、1万字が全部ツイートとして表示された状態になってると、スクロールね、一つのツイートスクロールするのが大変すぎるので、どうも、見た目はこの140字のままなんだけど、長い場合は、ここに続きを読むとかっていうのが出て、でこの続きを読むを押すと、ビョンと長いのが出てくる。まあ、Facebook なんかと同じような形で、出るようになるんじゃないかというふうに言われてるんですね。で、例えばですね、実際にこれやってみた例でお話しますが、これ実際にですね、ツイートするときに測ってみたら、ここね、文字数0ってなってるように、これでちょうどね、140字なんですね。ツイッターの投稿文字数がふにゃら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 っていうことで140字なんですが、試しにね、Google の翻訳サービスを使って訳してみると、なんとですね、運良くというか、たまたまなんですけど、マイナス280字って出たんですね。つまり、日本語で書いてる内容を英語で表現しようと思ったら、140字プラス140、140、280なので、3ツイート必要だということなんですね。だから日本では1ツイートで収まる内容が英語だと3倍かかってしまうというようなね、例えばの例なんですけど、でそれだとね、ちょっと英語だとちょっと140字で伝えることが難しいので、ツイッター日本で流行ってるんだけど、海外ではね、いまいち伸び悩んでる。ユーザー数が伸び悩んでいて、まあ、インスタグラムに抜かれたし、赤字だしということで、1万字っていうね、文字数に変えるんじゃないかっていうね、憶測もあるわけですよ。では、まあ、海外がちょっとね、それでいいとして、国内、日本国内において、これが与える影響というものを、ちょっとですね、10個ぐらい考えてみましたので、見ていきたいなと思います。では、こちらなんですが、まず一つ目にですね、140字以内へコンパクトに収めようという意識がなくなりますよね。これがね、結構意外に大きいかなという気がしてるんですね。今までは140字を収めるために、文字を削り削りとかね、言葉を言い換えたりとか、あとね、ハッシュタグ入れなきゃいけないとか、リンクもね、短縮になってくれますけど、複数入れることもできなかったりして、で、ここに、より濃い情報で140字で収めようっていうね、意識がありますよね。まあもちろんね、何ツイートも分けてする人もいますけど、一般的にはその140字に収めようという意識があるから、その1ツイートの情報量が濃くなるので、それがツイッターの良さだった。というふうに思うと、これがなくなるとですね、濃さが薄まるわけですね。で、まあ、逆に一方で、その140字に収めてたっていうことによって、長い文章を書く能力が落ちるとかね、思考力が落ちるみたいな問題もあったので、それはもしかしたら、撤廃されるかもしれないので、いい面と悪い面があるんですけど、とりあえずね、意識の問題は大きく変わるというものが一つ目ですね。で、二つ目。短時間でタイムラインを流しながら情報入手しにくくなる。これは今お話したもののまたさらに続きなんですけど、続きを読むっていうものが増えることによって、このね、ツイッターはもうね、ツイッターというかそもそも SNS は、スマホ文化なので、スマホでアクセスしてる圧倒的に多いので、こうやってね、スクロールしながら情報をね、入手しようと思った時に、続きを読むにいいことが書かれてる可能性もいっぱいあるわけですよ。そうすると、それはいちいち、ね、見なきゃいけなくなる。もしくは140字に収まってないものが多くなっていったら、最初に140字で判断するっていうことの価値、
が、なくなってきますよね。そうすると、情報入手するツール、Twitter はつぶやくツールだけではなくて、情報入手としても今まで便利なツールだったのが、これが140字に収めるという意識が薄れることによって、それも、いまいちになってきたら、日本でもしかしたらね、ユーザー数が、伸び悩むっていうか、もしかしたら減るかもしれないっていう可能性もあるかなって気がしてるんですね。そして3つ目なんですが、リアルタイム検索結果が1万字ツイートの最後がヒットモットに書いたんですけど、当然ですね、1万字になるので、キーワード検索をしたときに、そのツイートの内容の全部がキーワード検索対象になってくると、そうするとですね、最初の140字にはない下の方の内容に、がヒットしてきたときに、それを検索結果に出るのは140字しか出ないと思うんですよ。そうするとですね、関係ないものがいっぱいヒットしてくる可能性がありますよね。そうすると、そのリアルタイム検索っていうこともする人が、減ってくる、いうこともちょっと予測されるんですね。まあ、この辺は、まあ、ツイッター側の調整で、最初の140字だけを検索対象にするみたいなことを、まあ、やっていく可能性はありますけど、まあ、そういうようなことをしないと、リアルタイム検索っていうものの質がかなり落ちて、落ちると利用する人が減ってくるので、ね、意味がなくなってしまいますから、ちょっとこの部分もちょっと影響あるかなって気がしています。そして、心配なのはこの2つなんですが、ハッシュタグですね。ハッシュタグで、まあ、いろんなキーワードで、引っ掛けたりとか、見てもらいたいっていうね、ものが、今までだったら140字という制限があるので、ハッシュタグを2個とか3個ぐらいしかつけれなかった。漢字のつぶやきが見えなくなるので、つけれなかったものが、まあ変な話、ね、20個も30個も100個とかでも、ハッシュタグをつけれますよね。例えば、1つの言葉の長さが5文字あったとしたら、ハッシュタグのシャープ入れて5文字あったとしますよね。そしたら、100個入れても、500ですからね。1000個入れても5000ですからね。そうすると、140字の、とこには、自分の大事なツイートを入れたとしても、それに関連するワードとか、ハッシュタグ、もしくは全く関係ないもの。これ実はさっきもわざと入れたんですけど、ここのね、投稿の下のとこにハッシュタグ入れてるんですが、ツイッターの投稿に関してはなんで、ね、Facebook っていうハッシュタグ入れたりとか、AKB48 みたいなハッシュタグ入れたりとかってことが、まあ、できるようになっちゃうわけですよね。その余分があるから。そうすると、まあ、間違いなくカオス化する。そうすると、ハッシュタグっていうことも、全然関係ないものがヒットするようになるから、ハッシュタグももうね、使えないじゃんっていうことで、ハッシュタグを使う、ハッシュタグで検索するっていう文化もなくなっていくかもしれない。そして、リンク投稿ですね。もう今、ツイッターはもうリンクだらけ、アフィリエイトとかですね、スパムも含めて、そういったものがいっぱいね、ある中で、もう複数のリンクをたくさん貼れるようになるわけですよね。そうすると、これはここ見て、これはここ見てみたいな感じで、たくさんね、なんていうのかな、そういうね、ワンクリック詐欺みたいなものとかのリンクを埋め込むことができて、最初の上の方はまともなリンクなのに、途中から、スパムみたいなものをしてて、間違えて順番に押していくとですね、踏んじゃうみたいな。ちょっと安心させといて、途中からね、アウトになるみたいなこととかも、まあ、できちゃったりするので、そうするとですね、ますますね、この辺も荒れてくるんじゃないかなっていうことも、心配要素かなって気がしています。で、一方で、ちょっと面白いなと思っているのは次なんですけど、1万字って、まあ、いわゆるよくね、最近よくブログなんかは、5000字とか1万字とかね、何千字書くと、検索に有利だとか、まあ、コンテンツ SEO だって話が、まあ、出ているわけなんですが、実際このような、キーワードをたくさんね、スパムに入れるんじゃなくて、最適化された一つのキーワードで、非常に濃い内容の文章を書くという能力があったら、もしかするとですね、検索にヒットする可能性があります。検索っていうのは、当然ツイッター内の検索もそうなんだけど、Yahoo とか Google の検索でもヒットする可能性が出てきますよね。そうするとですね、面白いなっていう気がするんですよね。で、続いてこれとセットなんですけど、Twitter.com という、ドメインが非常に強いので、結局ですね、このツイートというものが、検索結果にヒットする。今はリアルタイム検索は出てくるんだけど、
それ以外の昔のツイートとかっていうものも、ヒットするっていうことが簡単になってくるので、もしかするとブログを書くよりも、ツイッターで、一番字のブログを書くんだったら、ツイッターで、ブログ並みの文章を書いた方が、検索で上位表示するという可能性も出てくる。そうすると、ツイッターが面白いねっていうことでもう一回注目を浴びるっていう可能性もあるわけですね。そして、ついで同じようなものですけど、過去のツイートが検索されて、再び読んでもらえる可能性も出てくると、いうことですね。だから今までであれば、いわゆるブログはストック型っていって、ツイッターはフロー型といって、一回ね、見たものが流れていって、もう一日前、二日前の投稿をもう一回見るっていうことはほとんどないって言われたものが、Google とか Yahoo の検索結果に拾われることによって、一年前、二年前の投稿でもヒットしてですね、見てもらえるっていう可能性が出てくると。そうすると、ブログではなくて、ツイッターでちゃんと書いてた方が、もしかしたら有効になるかもしれないっていうところも、ちょっと面白い要素かなっていう気がするんですよね。そしてですね、続いてこちらなんですが、さっきの、ここに書いてあるんですね。この最初の140字が表示されて、それ以上が続きを読むになるので、この140字は今まで通り濃い内容で、ツイートをね、考えて書いて、続きを読むは今まではブログとかね、ホームページとかに飛ばしてた内容を飛ばさないで、ここの中に書くという、フォーマットというものが、普及していく可能性がある。だから、ただ文章を打っていて、で、だんだん長くなっていったから、長くなっていって、勝手に続き読むでね、こう、消されてしまうんではなくて、まあ、実際 Facebook もそうですよね。Facebook も続きを読むってやると、見てもらえる率がすごく減るので、続きを読む以外のとこで、最初の5行とかなんですけど、最初の5行で、いかに読んでもらえる内容を入れるか、もしくはリンクを入れるか。で、続きを読みたくなったら読ませる工夫みたいなのを、もうすでにね、そういう、ノウハウがあるので、Twitter も同じような形で、その140字と、それ以外の1万字、1万字引く140字の部分っていうものの2つの使い分けっていうものが、定着していくと、まあ、これがまあ、みんなの中でね、普通になっていくと、さっきのようなね、問題も全部解決するんですよ。140字で、コンパクトに収めつつも、もっとね、使っていくという形ができるんであれば、面白いかなっていう気もするんですけどね。だからまあ、僕は思うにはその140字っていうとこしか、この、リアルタイム検索なんかはヒットしないようにした方がいいのかなっていう気はしてるんですよね。で、一方で Yahoo、Google の検索は140字ではなくて、すべてを拾うようにしていた方がいいのかなっていう気がしてるんですね。まあこれは、まあツイッターさん考えることなので、まあ実際どうなるかわかりませんけど、その辺すると面白いかなって気がします。そして、最後なんですけど、写真や動画を途中に挿入することができれば、現時点では、写真とか動画っていうのを添付することができるんですが、これ140字だから、140字で、まあキャプションっていうかね、写真とか動画の説明文を書いて、写真を貼り付けてツイートすることができたんですが、一万字になると、どの部分に関しての写真かっていうことの、称号がね、取りにくくなるので、いわゆるブログみたいに途中に写真をね、挟み込んでいくっていうことが、仮にできるようになれば、もう完全にブログの代用にできちゃいますよね。で、ブログよりも、ドメインが強かったりとか、もしくは、ツイッターでね、飛ばさなくてもそのまま見れるようなことができていったら、もしかしたら、新しいね、文化が出ていって、まあ特に日本人ブログ書くのが好きだ、世界でも稀な民族なので、日本でそういう形でまたブログとしてのツイッターみたいなものが、出てくると面白いかなって気がしています。はい、ということですね、まあ、僕のとこでも今ですね、大学で授業を教えてるんですが、ツイッターで授業中につぶやいて、あとブログでね、レポートを書きなさいと言ってるのが、もうツイッターだけで全部ね、完了するみたいなことも、まあ、今後可能になってくると、面白いなって気はしてるんですよね。ということで、今日はですね、ツイッターの文字数が上限140字から1万字になることによる影響について考えていました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。
バイバイ。